はい、お疲れさんです。お疲れ様です。いや、今終わりました、会議お疲れ様です。は。タスキングマネージャーの新しいオーガニゼーションの機能って、とりあえず NPO の方のオーガニゼーションがいよいよ使えるようになって、ちょっとそのレクチャーがさっきまで続いてタスキングマネージャーに NPO もプロる。ジェクトを出せるようになったってことですか？そう、今まではホットのチームの一人としてプロジェクト立ててたんだけど、今回、まあ今日から、クライシスマップジャパンと NPO として独自のプロジェクト立てられるようになって、そこに管理者としてユースマップズのメンバーも招待できるようになっおー、あ、じゃあ、もう、た。だから、ユースマッパーズとして、そう。クライシスプロマッジェプクジャパンの下に多分キャンペーンみたいな形でとりあえずユースマッパーズ AGU とかで立てるみたいな、そういう位置づけがいいかなっていうのと、あとチームっていう概念が加わってて、それはオーガニゼーションとまた別にこうチームを作ることができるから、ユースマッパーズとしてチームを作るっていうのもありかなっていうところかな。あ、ホットの中でユースマッパーズっていうチームを新しく立てて、そのチームとしてプロジェクトを作るみたいな。そう、そのチームのにアクセス権限を渡すみたいな、まあ、GitHub のチームに似てる感じで、レポジトリを作る権ああ。限を持ってる管理者がいて、その管理者がこのチームにこのレポジトリをいじらせていいよみたいな、そういう感じでこうアクセス権限をある程度コントロールできるっていうのがチームの概念みたい。すごい GitHub っぽい作りは。なるほど。まあ、で、とりあえず、古橋ラボとしてのオーガニゼーションも申請はしてんだけど、ちょっとそれがどうなるかはまだ未知数で、とりあえずは災害対応ってことで、クライシスマップジャパンが先行して今、でき、本当にブ今ロンバードロンはまた別なんですか？バードはクライシスマップジャパンの中の1プロジェクトだから、キャンペーンとしああ、て、なるほど。クライ法シ人とスしマッては。パーズの中にあるんですね、あれは。なので、まあ、そのあたりはちょっとチームの作り方はどうしようかなっていうのはちょっと少しやりながら、なので、とりあえずはそうだな、ユースマッパーズ AGU のチームは試しに作ってみようかなと思ってます。まあ、なんか割と新しい機能がどんどんなんか追加されてて面白かった。開発をしているのはやっぱりヒューマニタリアンオープンストリートマップで、ホットで働いている開発の人たちがアップデートしていってるってことですよ。基本的にはそうだね。あと、マップボックスとか手伝ってるって感じかな。ああ、そうなんですか。そうマッそうそプボックス。あ、そっか。協力みたいなあった。う。まあ、基本やっぱりマップボックスの技術の上での成り立ってることが多いからね。よし、っていう感じで、とりあえずは、なんやかんやものすごく、ずっと今日一日朝から晩までずっと講義してて、講義から会議してて。同じやつをですか？同じやつじゃないけど、あ、いろんなものを。いろいろ、お疲れ様です。もう全然なんか、夏休みがいつ始まるのか分かんないまま終わりそうな。消えた夏休 消えたよ、み。もう連今日。週末始まりますね。そう、もうまだあれだ、ガイダンスの動画も録音してないや。早くやんなきゃ。よし、さて、じゃあ、ちょっと今日は。画面共有して。今日は OSM チャートをメインにやりつつ、よいしょ。あ、ちなみに、見る。これが今、新しく登録されて、これでオーガニゼーションで、これでクライシスマッパージャパン。今までホットのプロジェクトマネージャーっていう立ち位置だったんだけど、独立してクライシスマッパージャパンっていうああ、なるほオーガニゼーど。ションができた。まだここにチームとか全然登録されてないんだけど、チームはチームで作れるので、多分これで、ユースマッパーズ AGU とかって作って、で、クライスマッパージャパンの下にぶら下げていくみたいな形で、パブリックにしといて、とりあえず、インバイトオンリー、マネージャーニードアプログラム。インバイトオンリーにしとくのかな。あれ、高橋愛子のアカウント名って何だっけ？岡谷 T で O と T が大文字です。
これか。それです。こんな感じで。なるほど。後期のアカウント名って？タスキングマネージャーですか。そう、OSM。OSM。OSM。OSM は。即答できないな。どれだろうじゃあいいや。今パッと出てこない。まあ分かったかもしれない。とりあえずこれで、はい、これで多分できるんだろうな。登録できたらしい。とりあえず、あやこ、高橋子。とスキングマネージャーを読み込み直せばいいんですか。で、まだ、それで、これでも今チーム作ったよな。チーム。あれ、なんか、できてない。失敗した。セーブボタンみたいな。セーブしてなかったのかな。あ、下にあったセーブボタン。ああ、本当だ。後半、クリエイトチームになってなかった。ユースマッパーズ AGU。プライスマッパージャパンの下に作って、パブリックで、これで。これでダウンして、これでクリエイトチームか。これできたらしい。あ、なるほど、うん。オーガニゼーションの中にも、これで、あ、できた。お、なんかできてる。あ、いや。なんか来た。連絡。違いました。違った。で、マネージャーにとりあえずじゃ登録してみるか。こうすると多分、高橋彩子がプロジェクト立てられるようになるはず。なるほど。これでマネージャー。今のところノーティフィケーションには何も来てない。何も来てない。とりあえず、うん。っていう感じで来た。マネージボタンが増えました。増えたでしょ。マネージの機能が。これでマネージで自分でプロジェクトを立てられるようになる。すごい。うん、でしょ。ほら。これで、どんどんいろんなタスクを。あ、これであれですね。マッパさんも開きやすくなるし。そう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 。あと、ただね、ホットのタスキングマネージャーは基本災害対応とかだから人道支援。ああ、そうですね。単に練習とか教育目的だと TeachOSM のがいい。はい。うん、TeachOSM は、そういう意味で言うと、ちょっと待って、チームの機能あるのかな、タスク。TeachOSM。若干バージョン違いっていうのがあるから。TeachOSM で。マネージがあって、あ、でもチームあるな。これで、オーガニゼーション。これは、古橋健と両方あるから。チームとしてユース。これで、あ、どっちぶら下げようかな。これじゃあ青学にしとこうか。古橋ラボに。パブリックにしといて。でクリエイトチームにしといて、でオーガニゼーションの方も、古橋ラボの方にマネージャーとして、これ誰だっけ？いい。誰だろう。あ、岡井屋です。岡原、本当だ。岡井屋って。入れた。あ、教育用だとこっちの TeachOSM のタスキングマネージャー使って。うん、形でマッピング方法のレクチャーとしてのマッパソンみたいな感じだったらこっちでプロジェクトを。そうそう。なので、まあ、ちょっとこの辺のプロジェクトの立て方は後で教えるわ。なので、そういう意味で言うと、なんか次回とかそれやるか。そうするとすごいつながるな。なんやかんや。うん、じゃあ次回までにちょっとタスキングマネージャーのプロジェクト管理したい人をユースマッパで募っといてもらっていい？わかりました。うん、で、そしたら、これ登録して。よし。さて、じゃあ。
今日はじゃあ、お休みチャットか。マッピングの一周で。4回目。9月の15。よし。はい、じゃあちょっととりあえず。ギターを一緒立てたので。よし。よし、じゃあ OSM ちゃん。聞いておきました。あ、 LINE で聞いておきました。はい、お早い。じゃあで OSM チャオプレイ立ち上げてもらうとこんな感じ。 OSM チャオ使ったことある？自分はないです。はい、OSM チャーを作ってる、メンテナンスしてるのも Mapbox なんだけど、基本的な目的としては、OpsMap のデータを、で、変な書き込みがないかどうかをチェックして、怪しいものは弾くし、まあ、いいものはまあ大丈夫だよねっていう形で、基本的にはデータをチェックするっていう、まあ、バリデーションツールの一つです。他にもいくつかあるんだけど、割とよく使われてる。で、OSM チャが得意なのはフィルターすること。で、いろんなこう OSM への書き込みがある中で、こういう振る舞いをしている書き込みをに絞って、で、ターゲットというか、問題がありそうなものとか、逆に問題なさそうなものかっていうのをこう見て、で、最終的にはベリファイしてあげると。いい、大丈夫か、ダメかということで、左側が実際に、OSM チャで、検出、まあ、自動検出しているものが多いんだけど、この書き込みは大丈夫なのかっていうことが、チェックされて、で、複数人でこのベリファイをみんなでしていると。で、この一つの情報のこう書き込み、まあ、一つのチェンジセットで、一つのチェンジセットごとにこうクリックすると、実際に画面の右側に、この該当する書き込みの状況とか、誰がどういうことをやったのかっていうことが全部チェックできるような形で、この辺はアカウント名を信用のおけるアカウントなのかどうなのかとかね、いろんな形でこうチェックをするっていうことができるものです。で、問題がなければ、ベリファイの中でグッドかバッド、画面の右上にあるグッドかバッドを入力すると、この、ベリファイの結果がどんどん集約されて、まあ、グッドの数字が高くなっていくものはまあ問題ないし、逆に言うとバッドのものはちょっと怪しいっていうので、最終的な判断でそれが消されたりするかもしれないと。このなんか、あのバッドが19溜まってるやつとかちょっと見てみようか。そうすると何全然違う。なんかこれひどいよねっていうのがなんか。なるほど。で、何がひどいかっていうのはコメントしてあるのかな。特にコメントとはしてないけど、まあ、マッパー歴3年だけど、今まで100エディットもしてない感じで、ID 使って作業して、いるというところで、もうなんか、位置が適当なんだな、ね、しかもつながってないですね。つながってないし、中心線も、取れてないし、っていう意味で多分、あとなんだ、この日本線は間に中央モニターあるようには見えないけどな、とか、まあ、
で、こういう怪しげなものが出てくると、これをじゃあもうみんなで逆に修正するか、データそのものが消しちゃうかとかっていうのをこうやってみんなでチェックし合うという形。OSM 社がやることはどっちかっていうと、どんどんベリファイして、確かにこれは俺もダメだと思って、思ったらこれでバットにしとくと。そうするとバットがまた溜まるという形で、みんなでこうチェックしながら、一人の意見じゃなくて、複数人がダメだと思って言われたら、もうこれダメだよねっていう、まあ、そういうこう、みんなのチェックをどんどん回していくという形。でこれ110グッドついてるから、これはまあ良さそうだなっていう形。ね、オープンズマップは必ずしもこう入力したものがこう全て正しいというよりも、入力したものをみんなでこうやってチェックし合うっていうことでデータがどんどん良くなっていくっていう流れです。で、左側に出てるのは、こう、今、監視対象になってる書き込みなんだけど、それ以外にも、自分で、これを、フィルターすることができるっていうのが特徴。で、このフィルターの機能で、例えば、この1週間書き込まれたものとかっていうので、先週から今日まで、この1週間だけで、何か書き込まれてないかなっていうので、これでフィル、これでアプライか、右上にあるアプライってやると、この1週間の書き込みのチェンジセットがガッと検索されて、さっきみたいに出てくるという形。で、じゃあどれどれ、しかもニューマッパーって出てるから、まあ、最近アカウント作った人がノーム書いてるけど、まあ10いいグッドがついて1バッドがついてるみたいな形だから、まあ悪くはないねみたいな。ウェイで、で実際のウェイの中の中身を見ても、タグはフットウェイのサイドウォークになっていて、歩道、まあ歩道を入力しているということですね。ああ、まあ悪くないねっていう、まあ、こんな感じでチェックして、これ良さそうと。で逆に、これなんか結構微妙な、いいも悪いも両方意見があるみたいな。あー、なんか頑張ってはいるけど、汚い感じ。これダメな、あれだね。なんかラフに書いた。これはちょっと誰かが修正する必要があるかなとか。で、もう直接編集したければ、Open with ID Editor とかで、こういうの。まあ、その場で直せちゃう。その場でもうすぐにエディター立ち上げて、対象になってる問題のあるデータをもう、直しちゃうってこともできる。OSM チャっていうのはが何を指してるのか、今まだちょっとはっきり分かってないんですけど、うん、ホットみたいな感覚でいいんですかね。その運営してる人は一応いて、でもその中で作業をする人は OSM のアカウントを持ってるもう世界中の人たちっていう、そういう感覚であったんですか？基本的にはそうだけど、バリデーションってそんなに楽しい作業じゃないんだよね。確かに、うん、なのでこの作業自体はどっちかっていうと、そのコーポレートマッパーって呼ばれる給料もらってバリデーションしてる、だからマップボックスのバリデーションチームとか、もともとだからマップボックスのチームがオープンスマップのデータをバリデートするために作ったもので、それをもう公開してるから、逆に言うとマップボックスじゃなくても別にアップルだろうと Facebook のメンバーだろうと、ホットのチームだろうと、みんながこれを使えるわけで、そこはもうバリデーションはみんなで分担してやりましょうっていう、そういうスタンスで。例えばポケモン GO のバリデーションのフィルターのかけ方っていうのがあって、これでフィルター一回リセットして、フィルターで、ナイアンティック、
さんとかいるやつだから、海さんか、この辺か、この辺、あんまり見せないけど、これナイアンティックとちょっとやり取りをしてって、オープンスマップでポケモン GO のユーザーがオープンスマップのデータを悪意に編集しているっていうので、これだ。で、OSM チャでどういうフィルターかけたら出てくるのかっていうので、フィルターズで、ニューフットウェイクリエイテッドとか、フィーチャーウィズポケネームとか、パークアディドバイニューユーザーとか、まあ、こういうフィルターをかけていくと、ポケモン GO のユーザーがわざと自分が有利になるような書き込みがフィルターできる。そんなことする人いるんですか。そうそうそう。なんか面白いですね。なんかあれです、自分の近くに自分が欲しいキャラを出現させるために、そうそうそう、地図を変えちゃうってことですよね。そういうこと。あ、なんか逆にクリエイティブですね、うん、でそれをまたどうやってフィルターするかみたいなのをみんなでこうやり取りして、メジャーパークネームチェンジと、メジャーパーク、振る舞いだよね、いろんなフィルターかけられるから、あのどういうことやってるのかっていう、ユーザーレビューじゃない、フラッグじゃない、ロケーションじゃ、結構フィルターの画面構成変わったな。この辺か。これで、フィーチャーウィズポケ、ポケ、これね、フィーチャーウィズポケネームとかって、これで検索すると。で、これを、どうしようも。今年になってそういうことする人いるのかな。これでアプライとかってると引っかかってくるか、さすがに引っかかってこないのか。あ、でも出てくる。こうすると、わ、しかもね、バットが552、今でもいるんだっていうのがある。すごい、ね、こういう感じでさ、こうや、うん、え、ポケネームってポケネームっていうタグがあるってことですか？ポケネームは多分、実際中身を見た方が早い気がする。何が怪しいのか。ん？チェンジセット。これなのかな。このグッドマン&ブロックス。これもしかするとポケストップとか、なんかそういうリストがあるのかな。ちょっとこの辺、うん、これだと単純にね、ヘアデザインのお店みたいな、グッドマン&ブロックスの。ぱっと見、
何も知らなかったら。そうだけど、でもフィーチャーウィズポケネームって書いてあるから、ポケモン GO に関連する、多分ポケストップの名前に何か近いものがあるのかもしれない。なるほど。これがまあ、当たってるのか外れてるのか、実際どんな書き込みをしたのかってチェックしないと分かんないっていう形で、これもフィーチャーウィズポケネームって出てるよね。やっぱポケレケレロード。だからこれ名前の ポケがついてたら勝手に、これ多分偶然というか、まあでも、ああ、っていう気はするけどね。とか、ポケっていう名前が怪しいみたいな、そういう感じなの。さっきのポケついてた。あ、あった、ポケだ。なるほどね。だからこのポケっていうキーワードを単純にフィルターしてんだね。なるほど。ポケモンとかポケゴーとかそういう感じで。でもフィルターかけてるってことはポケがついたらポケモンゴー内でなんかいいことが起こるってことなんですかね。いや、そんなことはなくて、で単純にポケモンゴーでいいことあるのはやっぱりこう公園でスポーク、そのポケモンが湧く場所として使われるからパークっていう属性を多語入力するっていうユーザーは気をつけろみたいな。そういう感じで。しかも悪意がなくてもニューユーザーだったらみたいな。パークアッディドバイニューユーザーっていうのは怪しいみたいな。まあ、そういう一応確認しようっていう感覚なんです。そう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 。そうすると今これで、ね、パークアッディドバイニューユーザー。まあ、これで ポケっていうキーワードが どこかに書かれていて、かつ公園が入力されていたらちょっと気をつけろみたいな。これが今年1年間に入力されているのかっていうので条件設定をすると206チェンジセットだったな。これ、アンドで見た方がいい。うん、来た。あ、でもこれはなんかグッドが9200もついてるから、なんか。全く問題なかったんです。これも良さそうだね。で、名前に、しかも、ポケっていうキーワードが入ってるっていうのはあるけど、これも、これなんかディスカッションが。ポケガマレイクロード。単純に名前が偶然一致したってことか。意外とあるんですね、ポケってつく。ね、うん、なので、まあ、こんな感じで、いろんなそのフィルターをこうかけていくと、怪しいと思った振る舞いをこう絞り込むことができるっていうのが、まあ、OSM 茶のいいところ。それがいいか悪いかっていうのはこうみんなで判断しながら、これダメだねと思ったらベリファイのところでグッとバッとしてあげればいいよっていう、まあそういうことがいろいろできますよと。それが時間軸だろうとユーザーだろうと、さっきのこう振る舞いだろうと、あと、あ、で、あ、これであれなんだ、あのホットのチームかな、これ多分OSM のチーム、このチームは大丈夫だから除外みたいな、そういうこともできるんだね。へぇ、マッピングチーム。ウォッチリスト、あと逆にチェックするユーザーリスト、ウォッチリスト作るとか。こういう、まあこの辺、ユーザーで絞り込みとかもできるんですね。そう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 。ここにある項目のこう絞り込みはもう複数組み合わせてできるから、日本のエリアにいる最近作ったアカウントで講演を入れてて、で、どれどれどういう条件でみたいなのをこう全部調べてみると、案外これでヒットするかもしれないって、まあそういう、こう悪さをしている人たちがいそうだったら、そのパターンを分析しながら、似たようなことをしている人いないかみたいな。
な、そういうチェックができるっていうのが、うん、これ範囲設定もなんかそうバウンディングボックスでこれで、しかもあの右上のやつを使って、ああこれでね、かっこいいって、はい、こう、しかもあれかポリゴンでいけるのか、ああしかもシティと地域も絞れるんだ、これは例えばこの地域の情報、この地域の〇〇の情報を完全に確実にしたいとかいうときに OSM チャー使って間違ってるのがないか確認しようみたいな、そういう使い方をするんですか。まあそれもできるかな。これで今仮に古橋ラボっていう名前のチェンジセットがあったら、それを今年1年間でってやってみたけど、ちょっと対象が少ない感じだな。なんか今ちょっとリセットして。フィルターで今年、レビューじゃなくてユーザーマッピングチーム、クリエイト、コメント、ソース、エディター、イメージユース、チェンジセット ID、まずはメタデータ、チェンジセット、ああこれでハッシュタグで、フルハッシュ。これでフルハッシュラボのハッシュタグで検索すれば、多分1年間の活動を出てくる。結構ありそうですね。これ多分、今フィルターに引っかかってたの、12万7800。素晴らしい。ちょっとこのフィルターで出てくる、絞り込みした結果がパッと出てこない。結構長くかかる感じです。さっきのあの featured with ポケネームとかって、どこで指定するしてました？なんか見失いました。ベーシックじゃなくて、あベーシックじゃなくて。で、その下のリーズンフォーフラッギング、怪しいと思った旗が条件で、ここでプルダウンで、ありがとうございます。フラグが立った、怪しいっていうフラグが立ったと、逆にそのリーゼンフォーフラッキングの名前の一覧みたいなページは他にあるんですか、それとも このその中をざーっと見てって自分で選ぶしかないんですか。その今のところはそうだね、先生がどこかの講義で聞いた理由、なんかフラギングの理由を今は探したから、こう何があるって知ってましたけど、何も知らないでこんなのあるかなって思ったら、うん、それはもうこうやってスクロールして全部見るしかない、だよね。
マップボックスがスパムだと認定するのはこれみたいなのとか。ポケモンネストフィーチャー added by new user っていうのもあります。うん、なかなか結果がすぐに返ってこないのもちょっと。あ、でもゼロだ。ああ、なるほど。この1年で。ああ、ヌルアイランドの近くに書いてあってのもあるんだ。へえ、これちょっと見てみる。ヌルアイランドって何なんですか？ヌルアイランドって知らない？先生が国原さんに向けた投稿で。うん。うん、ああ、そう、Facebook でね。ヌルアイランドはこの業界では有名な。まあ、見ればわかる。ここはどこでしょう？わかる？なんか OSM そっから始まるか。最初そこが拡大されてるイメージ。まあ、そういうこともあるよね。うん、そうそうそう。なんでそっから始まるの？これも全然知らなかった。わかんない。ほらここにアップロードされるでしょ。なんでそこなんですか？ここは緯度経度ゼロなんで、ゼロゼロ。ああ。で。座標 X 座標 Y 座標が変なデータになるとだいたい処理の途中で0とか00の原点にこうプロットされてしまったりして、なあここには Google マップもそうなんだけど、緯度経度で扱われている地図データの墓場って呼ばれてて、こうデータが壊れたものはだいたい00に落ちるよねっていうので、ミスったやつが溺れてできた島みたいな。そう。で、ヌルアイランドって、ヌルって、Linux の、その、何もないっていう、こう、なんだ、フォルダーというか、そういう場所を指すんだけど、ね、だからもう、こう、こういうことを知ってる人たちは、ここにヌルアイランドっていう島があるってみんな言ってる。実際には島はないんだけど、あ、実際には何もないんだけど、そこは緯度経度ゼロでミスバグったのは全部そこに行くからってことなんです。で、それをみんなで面白おかしく、じゃあヌルアイランド作ろうぜみたいなので、こう勝手にヌルアイランドの地図とか作って、こうこんな感じみたいな。実際には V があるらしいんだけど、こういう、こう、うん、なので、まあ、まあそういう意味で実在していないんだけど、地図データとしてはよくここにデータがプロットされてしまうっていう場所がヌルアイランド。やっと謎が解けました。なんか、地図マニアの人たちには刺さるみたいな書いてあったんだけど。だから、なんか宝島の一つにヌルアイランドをしれっと出すとくと、そういう地図業界の人たちは似合ってするわけよ。やっと謎が解けました。なんか、だから、ね、音楽関係の話なのかなと思ったから、うん、あまり突っ込まなかったんです。位置情報系界隈の、まあ、話題。ヌルアイランドステッカーとか作って配ってたチームがいて、それ早速もらって俺貼ってたもん。面白いです。なんか OSM チャで質問ある？他。ヌルアイランドフィルター面白いな。今年からこんなのベリファイでバットにしとけばいい。綺麗に落としてくね。OMS 茶を知ってるとどこで役立つかみたいな質問に先生だったらなんて答えますか？とりあえずまず怪しいと思ったデータを自分だけじゃなくてみんな怪しいと思ってるかどうかチェックできるし、うん、まあその怪しいと思っている怪しい条件を合理的にフィルターで説明できるっていうことと、多分そういう怪しいものが本当に怪しかったら似たようなことをやってるデータもあるはずで、そういうデータも芋づる式に発見することができるっていう、まあそういうデータに絞って当たりをつけて
問題のあるデータにたどり着くための手法。なるほど。うん、でまあそれでもう自分で直そうと思えばそれでもう直接エディターで修正してしまえばいいというところなので、これをやっぱりボランタリーに回していくというのはすごく難しいから、やっぱりお金を払ってバリデーションよろしくっていうのをみんなでコーポレートマッパー、うん、あと、あ、もうあれか、50分か。あと、もう一個、マップルーレットっていう品質チェック、今度、怪しいと思った場所を、このみんなでこう、修正していくっていう作業を、マップルーレットっていう、まあ、ルーレット回してみんなでやっていこうぜみたいな、そういうことができるんだけど、ちょっと待ってね。マップルーレットへの引っ張り方。で、アプライして、検索して。マップルーレットに持っていくには、オープンウィズ。アイウォッチリスト。まあ、わかんないな。マップルーレットへの持ってき方がわかんないから、ちょっと待って。ルーレットのスペルがよく覚えてない。ルーレットって。自分は全然知らなかったんですけど、R-O-U-L-E-T-T-E らしいです。これだ、レッド、レッド、こうそうか。あのマップルーレット。マップルーレット。間違ったスペルでも出てきました。これこれ。これは今度、直すべきものの候補をルーレット回して、お前これちょっと直さないみたいなので、こう、今度。OSM チャである程度絞ってきた対象をサインインして OSM のアカウントでログインして、で、Find チャレンジで、チャレンジをこれでタンザニアポリゴン、これ怪しいんだけど、これはでもタンザニアポリゴンのもうみんなで修正しようぜみたいなスタート、これで怪しいと思って、ああ、本当だ、これデータがあれだね。もうポリゴンの形がのトレースが間違ってる感じ。これしたらもうこれでエディットで、どれどれと。あ、でも直ってる。でもこれあれだよね。道路、建物と道路のごっちゃになってる。うん。重なってる。ね、重なってるっていうので、これは直してあげないと。なるほど。マックスアプリ。うん。で、そうすると、これをまあ、引き剥がしてあげて、建物は建物、道路は道路って形で、こう修正をしてあげて、で、直したら、I fixed it って、報告するっていう。で、こうすると、こう、マップルーレットで、修正報告がどんどん溜まっていって、また次みたいな形で、この、怪しい候補は、これは OSM チャで、フィルターどんどんしていった上で、怪しいものが、ピックアップされていくっていう中で、今度マップルーレット側がその中をランダムに、じゃあこれやんないみたいな形でこう修正の提案をするっていう、まあこの組み合わせで
こう直接 OSM 茶から直してもいいんだけど、なんか OSM 茶はやっぱりちょっとフィルターして絞っていくっていう方が向いていて、それに OSM とマップルーレットに引き渡すっていうところは裏側でも出来上がっているので。新しいサービスなんですか？もうね、これも3年ぐらいは経つかな。日本語化されてないからあんまりおすすめはしてなかったんだけど、なんかインボックス来てる。で、ダッシュボードとかでこうランキングついたりとか、みんなでこうデータを良くしていくっていう時の一つのやり方としては、マップルーレットはどっちかというとグローバルでやるけどね。そうするとこれでグローバルのリーダーボードで、おお、なんかこの辺の人たちが、カートか、この人たちはもうコーポレートマッパーのね、カートにいるラファエルさん、っていう感じ。俺は4784位、まあ、全然5ポイントしかないけどちょっといじって終わったみたいな感じ。まあこういうところにこう存在感を出していくっていうのが一つのやり方かな。え、これ見て全然問題ないじゃんってなったら、うん、そのまま問題ないって、オレディフィクスって言ってたよね。なるほど、うん、問題ないっていう感じでそれを報告すればいい。日本は、おー、ま、ゴーダさんが1位か。で、あ、ゾアさんが2位か。まあ、この2人はまあ、確かに。このブルーロビンさん知らないな。知り合い。まあ、この辺は知り合い。うん。なるほど。なので、まだそんなに、うん、やってる人はそんなに多くないから、ちょっとやればすぐ10番以内に入るな。目指そうかなっていう楽しみ方。ジャパンリーダーボードでとりあえず上位に食い込むみたいなのが一つ、ね、ユースマッパーズのチャレンジとしてはありかなっていう、うん、結構勉強になると思うよ。いろいろ、あ、これこう、こんなこと やる人がいるんだとか、ここ、こうすればいいよねとか。まあ、この辺はやっぱやってみて。なんぼで、まあ、やっぱり英語できないと何をやったらいいのか分かんないっていうのがあるから、そこが多分ちょっと壁なんだよね。マップルーレットが流行ってないっていうか、日本人にはちょっとまだ向いてないっていうの。なので、まあ、逆に言うと英語の訓練も含めて、結構、実は、ハマると楽しいかもしれないっていうところかな。なんか、菊池航空とかなんか質問ある？いや、もう大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。頑張って、うん。まあ、とりあえずやってみてて。あ、アカウント名はそれで。アカウント名は。わかんない。多分。OSM に入ってよ。OSM にログインすれば。え、OSM の右上にずっと出てるやつですか？出てくる、あのアカウント名。それはもう後期菊池なんですよね。あ、後期菊池。じゃあそれで、間がちょっとスペース空いて、ああ、まあそれは多分なんとかなると。そしたらここでエディットで、こっちも最初大文字でした。大文字。なんかマップルーレットバグってる気がします。バグってる感じ？なんかそれはバグ報告も含めて、はい、なんかあの地図、こうって H 入ったっけ？こう H 入ります。あ、違う、ひらがなで。後期菊池こうないね。K、最初大文字。大文字です。KO、合ってる。KOHKI。で、スペース空いて。ひらがこうきしか出てこないね。何ですかね。え、OSM のプロファイルの URL をチャットで送れる？ OSM のプロファイル？ OSM に、OSM に入るじゃん。ユーザープロファイル。これで、OSM でログインした状態で自分のプロフィールを選択すると、こんなこういうサイトページに行くじゃん。俺だったらこんな感じ。ズームのチャットこんな感じで
スラッシュユーザー、じゃあ、スラッシュユーザースラッシュでアカウント名。この URL を貼ってくれれば多分。はい。これ、プロフィール開いたらこの状態になりますか？うん、なる。ので、それで、パーマリンクコピーして、ズームのチャットに貼ってくれれば。何かトラブってる？あ、いや、なんか全然その状態にならないです。そっちの画面共有してもらった方が早いな。はい、これか、こんな感じになってます、はい、あ、それで、で上でいいんで、それでその URL、 上この URL か、その URL、 こう聞き口のそれをそのままコピーして、なるほど、後期。その特殊文字入れた方がいいのかな。OK。なるほど。これでちょっとじゃあ。そう、スペースってね、結構やっぱり悪さをするので、気をつけた方がよくて、まあ、作っちゃったものはしょうがないんだけど。なるほど。なるほど。これ多分あれだな。なんでこの平が後期は引っかかるんだろうな。引っかかる人と引っかかんない人がいるのは消せない。けど、ホットのタスキングマネージャーの登録はしてるんだよね。してます。してるよね。まあそうだな。それはしてる。あ、そっか。ごめん。TeachOS も使ってないだけか。っていう気がしてきた。今。っていうことは、こっちには出てくるってことか。Team で、スマッパーズ AGU で。これで、ホットの方で、出た。なるほど。だから TeachOSM でまだ使ってなかったってことな。あ、やったことないです。っていうことだ。だから出てこなかった。ああ、納得。これでダウン。あ、これで、うん。これでも保存されたはず。これで USMappers のチームには今登録をして、で、まあ、せっかくだから、ちょっとオーガナイザー、マネージャーにも、いた。こんな感じ。OK。っていう。ありがとうございます。じゃあ、来週はあれだな。実際にタスキングマネージャーでプロジェクトの立て方だな。はい。はい。お願いします。OK。他何か質問ある？今日のに関係なくてもいいんですか？いいよ、いいよ。あの、前回やったタグインフォの使い方がちょっと。タグインフォの使い方？タグインフォ。どの辺の使い方？その検索のかけ方が、うん、
索の書き方。右上の検索のところに。まだ、うん、ここに今、調べたキーワード、例えば、ローソンとか。入力すれば、ローソンっていうキーワードで引っかかるものが絞れてくる。あ、ローソンっていう情報は、基本的にはキーとバリューで言うと、バリューに入ってるから、キーじゃなくて値の方で、バリューの方にいるはずだ。あ、で、バリューの中でも、ローソンの文字の触れとか、あとキーがネームイコールローソンになってる場合もあれば、ネーム JA、日本語としてのローソン、だってブランドってタグ、キーとバリューの組み合わせがいろいろあるわけでね。あと、ローソン 3F があったりとか、ローソン括弧、アルファベット表記とかって、いろいろこのあたりの書き方は違いがあるので、まあ、この辺をこう、今はオープンスマップの中、こういう文字の触れがたくさんある中で、これをどう整理していくのかってことを考えないといけないところ。なるほど、なんかそれで。自分が探すのはキーなのか、まずバリューなのかっていうので、まずはどっちかにいるかなと。っていうのが一つやり方としてある。で、まあ、これで、もうキーとバリューの組み合わせ、ネームイコールローソンって決め打ちになっちゃえば、もう、ネームイコールローソン。で、今、オブジェクト数が、まあ、これだけあるよみたいなことが分かると。で、これをオーバーパスターボに受け渡した場合には、このキーとバリューを全部特定した状態で、オーバーパスターボのリンクをクリックすれば、このキーバリューの組み合わせの検索用のオーバーパスターボのクエリーが自動的に生成される。なんかそこからそのオーバーパスターボのボタンを押してから先のことは結構よく分かったと思うんですけど、そのタグインフォでどういうキーがあるのか、どういうバリューがあるのかっていうところがちょっと把握できてないから検索も難しいっていう感じでした。あとよく使われる組み合わせ何かなってこう調べてみるとそこで出てくる場合もあるけど、まあ、これはでもあんまり。ネームイコール。まあ、あと逆にキーで、こんなキーあったよねっていうので、キーで検索するっていう、ハイウェイ。ハイウェイキーで調べたい場合は、ハイウェイとしても、これだけいろんなハイウェイがあるなとかっていう、キーの検索に。国の、うん、国でタグ付けされてたりってするんですか？例えば日本の高速道路、を抽出した GIS のデータを作りたいなってなったときは、うん、どういうふうに抽出するのがいいんですかね。多分その場合は一回 OSM で日本の高速道路の一般的なタグ付けがどう定義されているかをチェックした方がいいよね。で例えば、まあ、中央高速とか見てきて、これである程度拡大した状態で、レイヤーの地図データでまずはどんなタグ使ってるかをちょっとチェックすると。でそうすると、高速道路としては、まあ、基本的にはハイウェイイコールモーターウェイっていうのが一般的だけど、これだと日本だけじゃなくて、こう世界中の高速道路が引っかかると。で、日本独自のもので何かあるかなっていうと、あんまり。なさそうだね。ネーム JA、日本語表記があるかどうかぐらいの感じかな、これ見ると。パッと見ね。あと、その2つ以上の条件で絞り込んだりってできないんですか？それは、その場合は、ハイウェイイコール、ハイウェイのモーターウェイでまず行くじゃん。モーターウェイ。これで今、ハイウェイイコールモーターウェイの状態で、検索してるよね。で、これで組み合わせで、ネーム JA。これで、組み合わせで見ると、あ、でもこのネーム J だけになっちゃうのか。うん、これを、さらに組み合わせたい。
あんまやらないんですかね。あんまり、でもちょっとやってきないのかな。比較リスト1。これとこれ。ああ、でもそうするとあれかな。やっぱり、オーバーパスターボになっちゃうのかなって気がしてきたな。今ここ。ハイウェイイコールモーターウェイで、かつ、ネーム JA がついてるみたいな形で。これで、ウェイが。ああ、クエリを書き、クエリを書いてってことですか。ハイウェイ。これでアンド。アンドとかで聞かないかな。まあ、今すごい適当に書いてる。例えば。これで何でもいいけど、ネームコロン JA とか。まあ、仮にこれで実行とかってるとエラーが出てくる。あ、ダメだ。なんか。アンドアンドはダメよと、はいはい、ちゃんとドキュメント見ろって感じだね。これで、よくあるけど、あんまりちゃんとドキュメント、ああダメだ、グループ見ないとダメってことか。それでクエリの書き方を調べて、うん、条件を増やす方法を確認して、うん、書き足して抽出っていうことですか。アンドでしょう、if 文の、exist、うん、これはキーバリューで組み合わせ、このままカッコで書けばいいのか。アンドとかいらないってこと。今どこだったね。で、なんか消えた。もう一回ノードとリレーションいらなくて、ネーム JA でかつ、ハイウェイイコール元ウェイ、元ウェイ。感じで、あ、帰ってこなかった。残念。なんか違うね。日本語の、あ、これだけだとあれか。高速道路だけじゃなくていっぱい出てきちゃう。中止。これでかすぎる。ハイウェイイコールモーターウェイ。とりあえずこれ動作チェックすると。ハイウェイ。
こうすると今見てる範囲の高速道路のウェイだけが引っかかってくるはずだな。そうですね。うん、でなんかいろいろちょっと処理が重くなってるかなんかやってる感じです。で、ああ、はい、で、とりあえず、そこしろと。分かってきた、こんな感じで。おお、うん。あ、これは。これは、うん、バウンディングボックスの中でし調べてるから、うん、本来ならばこれで日本語名があるっていう、ネーム JA がのタグが、キーが使われてるっていう条件と、アンドで処理すると、まあ、多分結果としては同じものが返ってくるんだけど。そうですね、範囲が日本なんで。そう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 。日本全国のデータが多分引っかかってくる。もし神奈川県内の高速道路に神奈川っていうタグみたいなのがついていって、うん、クエリ上で神奈川っていうのとハイウェイイコールモーターウェイでどっちもの条件で引っかかるやつって指定できたら神奈川県内に走ってる高速道路だけを抽出できるってことです。そう。という可能性もある。なまあ、でもあんまり使わないって感じですか。まあでもその条件を2つ書いておいて、それがアンドでこう両方を満たすものっていう絞り方は結構現実的なものだから、その書き方は1個多分覚えてしまえば結構使うんじゃないかなと思うと、まあ、ちょっと多分そんなに難しくないと思うから、ざっと見てみるけど、うん、やっぱりこういう、 こう絞り込みで、まあ、OSM チャもあるし、OSM チャはあくまでチェンジセットごとの絞り込みになるっていうのと、品質チェックのためのこう絞り込みで、で、オーバーパスターボはどっちかというと、データを引っ張り出すための絞り込みだから、まあ、ちょっと性質は違うけど、まあ、両方使いこなせるとね、結構使い勝手が良くなる。あと、ちょっと、はい、UNVT の、うん、をもっと詳しく知りたいなと思ってて、うん、なんかもうラズベリーパイのところからちょっとわからないことだらけなんで、もしなんか、あの、チャットはできてるし、あの、この前、平沢、先輩が、うん、安田先輩がチャットに載せてた資料とかを見ながら進めていこうとは思ってるんですけど、うん、あのチャットだけではなくこういうオンラインの会がラズベリーパイ UNBT 勉強グループでできたら、やりますか。じゃあそれもぜひお願いします。ぜひお願いします。そう、菊池光希の方はどうなの？ラズベリーパイ、ちょっといじってみたら。え、もう、やばいです。やばい感じ。やばい感じ。ついこの間、あれが届いて。うん、インサートのでつなぐことはできた。とりあえず。いや、全然もう、ついこの間、ハブが届いて、やっと触れるっつって。いや、刺しました。でも、なんか何が起こったのか、マジで分かんなくて。まず、電源がつかなくて。電源がつかない。いや、なんか電源充電してるとライトつくんですけど。いや、てか充電ってか充電できないって、そもそもバッテリーないか、つなぎっぱなししないと。あ、そういうことか。うん、そう。あれは抜いちゃダメだよ。つなぎっぱなししないと。つなぎながら、うん、LAN ケーブルさせばいいってことですか。そういうこと、そういうこと。ああ。そこからか。そこからです。やばいやばい。もうちょっと悪戦苦闘って感じで。まあ、もうちょっと、え、高橋彩子、ちょっとラズパイ、新しいのはもう出払っちゃったけど、古いのだったらあるけど、使ってみ、あ、本当ですか。うん、古いの、古いのでも問題ないですよ。まあ、うん、そんなに問題ないと思うけど、なんともやってみないと分かんないから、ラズパイ3だったらまだ2個余ってる。ああ、じゃあ、ちょっと着払いで。はいはい、いいよ。じゃあ、送るわ。お願いします。じゃあ、今、メッセンジャーに住所を。了解です。よし。あれ、次、国連の UN ベクトル対応の会議っていつだっけな。あ、そうだ、なんか、一応、多分、
あれは表上であって、うん、実際は古橋さんと UNBT の人たちがちょっといろいろやってるって感じなのかもしれないですけど、あの学校のホームページには一応その地球社会共生学部がパートナーになったみたいな感じに紹介されているじゃないですか。だからそうそう、なんかせっかくそういうふうなあの肩書きだけでもそういうふうに一応契約っていうか協定を結んだのであれば、機会があればぜひなんかその国連の人と話する機会とかちょっとでもあれば。次はね、22日だ、来週だ、来週の水曜日の夜ミーティングだ。ああ、そうなんですね、うん。オブザーバー参加とかしててもいいんですか？ああ、ちょっと聞いてみようかな。あとね、結構ね、結構セキュリティうるさいから。ああ、そうなんですね。できるかどうかは、ちょっと調整してみよう。まあ、その、すごいガチなミーティングが無理だったとしても、ちょっとそのメンバーの方と、うん、こういう面で GIS が強いと思うんだよね、みたいな、ちょっとした雑談会でもいいんで、せっかくつながりがあるならそこでいろいろできたらいいなと。OK です。ちょっとその辺、うん、どっかで年内に一回ラズパイ使ったやつの結果を共有してと言われてるから、ちょっとどっかで、まあ、今月じゃなくても来月とかでも、月に一回やってるから。はい。うん、よし。っていう感じだね。OK です。じゃあまあちょっとラズパイ。次回2週間後どうするかは、一つはタスキングマネージャーのオーガニゼーション管理ができるようになったから、みんなでタスキングマネージャーのプロジェクトを作るっていうのは割と実務的な感じで、あれだよね、ラズパイはちょっと別な時間にやるかなんか考えるかな。ラズパイはラズパイ。ラズパイはラズパイでやった方がきっと多分1時間じゃ終わらない気がするんだよね。この水曜日の夜9時10時の時間に収まらない気がする。もうちょっとなんかやり方考えよう。なので、まあ、ちょっと同時並行的な感じになるかな、どっちかっていうと。その方が自分。は都合がいいです。じゃあちょっとそんな感じでやっていきましょう。お願いします。はーい。お願いします。はいはい。じゃあ、なんか、あれ、菊池光景最近ユースマッパーズに出れてないみたいな感じだったけど、大丈夫そう。大丈夫です。なんとか頑張ります。全然来てない。大学は大丈夫そうなの？どうなの？今後。あ、全然、あの、本当に。ただちょっと別のことが、月曜日がちょっと特に忙しくて、おー、なるほど、あの気づいたら終わってるとか、ちょっと了解です、ちょっと本当申し訳ないなと思って頑張るあれなんですけど、いやいや、まあ、元気で取り返します。はいはい、あ、大丈夫です、はい、あ、きついなら、あとみんなに言って呼び変えたりした方が良さそう。いや、そこまでじゃないですし、これからちょっと落ち着くんで大丈夫なんですけど、最近が本当忙しかったんで、最近が、そうですね、あの、ちょっと改めます。すいません。了解です。はい。で、あとちょっと1個質問があるんですけど、あの、なんだっけ、山口先生のイングレスの授業あるじゃないですか。うんうんうん、はいはい、あれって今年度どういう感じでやるんですか？あ、これそれはね、すごくいい質問で、あんまり公には言えないんだけど、おととい山口さんと話をして、まあ、後半の授業じゃん。そうです、そうです、ね。ガイダンス用の動画はこの前録画して、で、もうアップされたと思うんだけど、そこには全然オフィシャルには言ってないんだけど、もうコロナ禍で、オンラインでちまちまイングレスの授業やっても、正直、お互い大変で、うんうんうん、なので、イングレスの授業は、初回対面で授業をやって、12月3日だっけな。12月3日に、顔合わせして、メンバー確認して、で、全体のスケジュール確認したら、基本的には、イングレスもポケモン GO も含めた位置情報ゲームをもう、1日合宿形式で、こう、うわっと凝縮して、こう、もう横瀬で一気にやっちゃおうかっていうふうに
考えてます。うん、なるほど。後期後半毎週やるっていうことはもうやめて、なんかもうどうなるか分かんないんだけど、第6波がいつ来るかも分からんし、でなんか噂では11月後半にまた来るっていう噂じゃん。え、そうなんですか。そう、今のところね、早ければ。何それ。まあ、遅くてもまたね、去年みたいに、ね、クリスマスから年末にかけて来るかもしれないっていうところで、ただ波の第5波よりは波が緩やかになるだろうとも言われてはいるんだけど、まあ、いずれにしても次の波は、まあ、来るだろうねっていうふうに言われているっていう時に当たっちゃうから、もうやっぱ こっそりじゃないけど、もう合宿形式でわってあって、で、レクチャー終わって最後最終発表は1月にやるみたいな形で、初回の対面授業と合宿でがっつりこう位置情報ゲームを叩き込むっていうのと、最後の最終発表みたいな、その3つに分けちゃうかっていう、そんな感じで、最初の授業の対面の時に学生にという案があるんだけどどうっていう提案をして、それでいいですってみんなが納得するならそれでやるし、まあ、やっぱり毎週ちょこちょこでも少しずつ進むような形の方がいいって言われればそっちにやるかっていう感じで、それはもう学生次第かなって感じ。うん、なるほど。でもやっぱり多分リアルに集まってみんなでやった方が絶対いいとは思うとすると、なかなかもうコロナ禍でそうは言ってもできるかできないかっていう状態になるよりは、合宿で一日ワッとやっちゃうっていう方が多分効率いいよねっていう、そんな感じかな。わかりました。ありがとうございます。はい、多分取ります。了解です。はい。ぜひ。イングレスのバージョンはガッツリ上がる。ので、今、いくつレベル？イングレス。え、全然です。あの、合宿の時からほとんど触ってないです。じゃあやばいな。結構、その授業でガッツリ上げとかないと、レベル6までは、と。単位落とす。そうそうそう。フラッシュ先生は。難しいんですよ。あ、イングレスって難しいんですか？上がんない。かコツで仕組みを理解するかどうかなんだよね。なんか誰かと一緒にやんないと難しい。そう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 。それもある。だからやり方次第だから、俺とか山口さんがいる、ね、遠隔でやるとさ、俺らが横に入れないから、あんまり効率も良くないんだよね。っていうのも含めて、だから合宿形式ってそこが肝かなと思ってて。なので、そうレベル上げを効率よくやるには、やっぱり授業出た方がいい。わかりました。はい。じゃあ、そんな感じで。はい。はい。じゃあ、次回はタスキマネージャーのプロジェクト管理をやります。来週も。再来週かな？ 2 週間。ああ、2週間経したっけ。うん、そうそう。です。来週。はい。じゃあ一旦終わります。はい。じゃあありがとうございました。お預かりお願いします。はい。